今からクランチのやり方とポイントについて説明していきます。まず仰向けに寝て足を骨盤の幅に開き、膝を立ててください、はい、手は体側に置いてください、そのままドローインを意識して息をゆっくり吐きながら、おへそを覗き込むように溝内から体を祈るようにして上体を上げてください。そして肩甲骨が浮くくらいまで上げていきます。その時に反動は使わないでください。で、常に首に力が入らないように、一回一回終わった後は頭を置くようにしてください。ではやっていきます。そして3秒で上体を起こして、肩甲骨が浮くくらいまで上がったら7秒間そこでキープをしてください。はい、行っていきます。上げてください。1、2、3、7秒キープ。2、3、4、5、6、7、はい、下ろす。はい、2、2、3、1、2、3、4、5、6、7、はい、下ろす。はい、3、2、3、1、2、3、4、5、6、7、はい、下ろす。これを3回から5回でいいので行っていくといいと思います。